I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. ワンピース海賊無双3だよい。イワンコフ、クロコダイル、ジンベイなど名だたる囚人たちを巻き込んでインペルダウンを脱出したルフィは海軍船を乗っ取り、エースの処刑が行われる海軍本部マリンフォードを目指した。一方マリンフォードではエース奪還に現れるであろう白ひげ海賊団に備えてすでに大兵力が集結していた。エースは新世界に君臨する四皇の一角白ひげ海賊団の2番隊隊長であり、白ひげエドワード・ニューゲートとは実の親子よりも固い絆で結ばれていたからだ。海戦に先立ち海軍本部元帥戦国は海兵たちに戦争の意義を語り始め、その中でエースの驚くべき出自を明かす。エースの本当の父親はかつての海賊王ゴールディ・ロジャーだったのである。衝撃の事実に海兵たちがどよめく中、マリンフォード湾内に突如巨大な海賊船が浮かび上がる。大海賊時代開幕以来最大の戦いが今始まろうとしていた。湾内海底に影が。モビーディック号が来た。白ひげ。うらら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 ら、ら何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。うららららららら、ちょっと待ってな、エース。おやじ！
勢力で上回ろうが勝つと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。うらら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 ら。青キジ、若造が。ルフィ！エース！やっと会えた！助けに来たぞ！久しぶりだな、白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか？これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか？そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ。おめえがそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。なぜ来たんだ？俺は弟だ！迎え撃て！奴らを処刑台に近づけてはならん！海軍は何か企んでやがるに違えねえ。まずは軍艦を落として足場を固めとけ！赤っ端な海賊同士、手を組んで軍艦を潰さねえか。いいぜ、白ひげ。手を組んでやる。まるで白ひげと同格だ。ここから先へは進ませません。勢いづかせるな。エース、俺は死んでも助けるぞ。マルコ、あれを死なすんじゃねえぞ。了解。その調子だ。さらに軍艦を落とせ。始末する。やっ、そうぞ。
いは抑えた。一気に広場に攻め込むぞ。頃合いか。前線の部隊を下げておけ。ルフィ、必ず生きてここへ来ると信じておった。包囲壁の準備を急げ。海賊たちを広場にあげるな。もし計ろう、あの男との本当の距離。この鷹の目、止めた。世界一の斬撃を。三番隊隊長ダイヤモンドジョゼ、いきなりキングは取れねえだろうよ。いあれは一番隊隊長不死鳥マルコ。隊長たちも出てきたぞ。止めろ！道を開くぞ！作戦！攻撃の準備だ！攻撃か。させん。赤の目は俺が防ぐ。行け、ジョズを足止めするんじゃ。俺も先へ進むかい。船は射程範囲だ。世界一の斬撃、あんなの食らったらひとたまりもねえ。これ以上やらせるんじゃねえ。ジョズを援護しろ。さて次は、同胞のため、私もやってみるかね。
これはどうだ。一気に攻め込むしかねえ。ついてこい、野郎ども。俺たち参加の奴らも全員あんたには大恩がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえが。白ひげが刺された。こんな茶番劇やめちまえよ白ひげ。もう海軍と話はついてんだろ。お前にとってエースは特別なんだ。だから俺たちの首と引き換えにエースの命を買ったんだろ。おめえ、仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子をそれでも愛そう。ふざけんな。お前は俺たちの命が。エースだけが特別じゃねえ。仲良くやんな。みんな俺の家族だぜ。俺が息子らの首を売っただと。海賊なら信じるものはてめえで決めろ。俺と共に来る者は命を捨ててついてこい。俺はなんてこと。海軍に騙されて。すまねえ、おやす。すまねえ、エース。泣くことが報いることがよい。エースを助けるんだ、何としても。よっよっ。
海軍め、卑怯な真似をしてくれる。許さねえよい。おやじに続け。この力、慎みはせんぞ。保証せない勝負は預けよう。準備はできたら包囲壁を作動させろ。順調。これより速やかにオートガス D エースの処刑を執行する。あの壁を越えねえとエースが。やはり私に力攻めは無関だね。ついてくるんじゃ。わかった。おお、こっちからも行くよ。野郎ども、あの小僧とジンベエを援護してやれ。
だな、おい。キザルを止めろ。どうにもならん。おいやめだ。この斧。助かったぞ。戦いはこれからじゃ。何がおかしい、ド・フラミンゴ。何がおかしいかって、この時代の真ん中にいる感じさ。しまった、お前ら俺から離れろ。やめろ、ド・フラミンゴ。海賊が海軍が正義、そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。あの男を止めろ。かたじけねえ。急がねえと、エースが。頼んだぞ。おお、いいよ、わしになろう。敵に邪魔されては策がならん。その辺りの敵を倒すんだ。手遅れにならんうちに早く。
さなきゃいかんかね。うん、行くぞルフィ君、わしを信じろ。おう、頼む。なんだあれは。水柱。あれは麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。死の道。
けじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。それ見たことか。だから言わんこふっちゃなすべる。息はあんの麦わらボーイ。岩ちゃん、離せ、おっさん。俺は、こいつはもう十分やった。手当てを。はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。ザクだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカは好きだぜ。やったな